仮面ライダーバス。でも今結構ボブ自分で考えててすごって思ったのはさ、はい、宝石のライダーなかったなって言おうとしたらさ、あるもんね、ウィザードいるもんね、うん、もう何でもやっぱありそうなのはいるんだよね。芳香剤のライダーと、あ、香りのライダー、そう、これあの色に染めてやるぜ。描きづらいっていうのがネックだよね。そうだね、匂いが伝わらない、ね、でも映画 4D とか言ってさ、あー、やってくれよ。え、4D って匂いもなんだっけ、あのほら、なんかスパイキッズかなんかのさ映画で匂い出るやつあったよ。あー、この色こすってくださいみたいな。そう、こするやつ。あー、あれをやんの、またはぁ、あ、はぁはぁ、手動でこするやつね。番号が画面に出てくるの。あれスパイキッズだよ、確か。なんだったって、でもその話聞いたことあるな。なんか嘘袋君の映画なんかで見た気がするよ、昔。あー、しょうもなかったやつだね。確かにさ、なんか映画見てる時に擦るのさ、なんだろう、なんかこう画面から目をそらさなきゃいけないし、ね、そう、かつなんかすごい滑稽なことしてる気分になりそうなんですよ。うん、しかもなんだっけ、なんかそういう匂いの映画のやつでさ、うん、すごい感動のシーンなのにこの匂い擦ってのやつ擦ったらすごい臭いみたいなやつあって困ったとかいう話聞いたことあるもんな、うん、今さ、なぜか好きや来たけどさ、うん、どう好きやかまあ牛丼系でも全然いいんだけどね。ああ好きやな。もうちょい違うとこ探すか。ちょっともうちょっと見てみるか。どうせまだ時間1時間以上暇だし。そうだね、お店は我々回りきってるね今日。そうそうそう、好きや最終手段だね。なるほど、好きやは別に好きや嫌いなわけじゃないんだけど、全然。ああスキヤの店内のラジオね、謎ラジオが流れるしね。ここもね、なんか蕎麦屋らしいんだよ、はあ、行ったことないけど。なるほど、なんだか蕎麦屋イコール、うん、値段の割に、ね、量がみたいな印象ある。そうだね、蕎麦ってだって別に量を食いに行く感じじゃないもんね。そうそうそう、基本的には今日朝蕎麦食ったけどね。あ、なるほどね。あ、しかもこれはまた違う、ジョジョ園。うん、焼肉だよ。ああ、うん、こんなところにもあるんだね。うん、仮面ライダーヤマダス、ヤマ、仮面ライダーヤマトとか、あ、戦艦のライダーそろそろあるかもね。まあもういるけどね、一応ね、うん、でも戦艦メインみたいなのいないじゃん。まあね、あれ戦艦フォームだからね。今あんま戦争系絡んでくるの、まずいか。確かにそうなんだよね、うん、あれもゲームだから許されてるのであって。あー、そっか、そう、マジモンにするとうるさい人が出てくるやつ。なるほどね、うん、確かにそっか。カメラでウエキスの、ウエキス、うん、って思ったけどさ、なんかマルチなタイプの仮面ライダーでさ、いや、なんていうの、戦艦フォーム、戦闘機フォームみたいな、そういう、うん、戦争ものみたいになっちゃうけど、ああ、ありそうだなって今一瞬思ったけど、うん、今度のライダー船に乗るの。船か、うん、ボートは行ったよね、ウォーターボートみたいなやつ。ああ、いるね、アクアかな。そう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 、主人公のライダーは中古車撮影が得意だよ。なるほど、仮面ライダー掃除機マン適当すぎるタイプで、仮面ライダーの上になんとかマンついてるのすごいよねタイムボカンシリーズなんとかマンみたいな仮面ライダーなんとかマンいないよね、今でライダーマンはいるけど、あれもライダーマンだからね、あくまで、うん、仮面ライダーライダーマンじゃないもんねもう仮面ライダーなんとかじゃなくて、ついに仮面ライダーサイコロマンみたいなさ、それ関係ないなんとかマンになったら面白いけどね。斬新だよね、うん、本編でも別に全然仮面ライダーって呼ばれない。なんとかまあ。ああ。もう仮面ライダーとは名ばかりの。うん。仮面ライダーなんとかっていうやつばっかりじゃねえか。俺はそういう鏡にはまらないぜ。なるほど。お前、俺は仮面ライダードラッグマンだ。仮面ライダー。仮面ライダー01って発音そういうのに近いよね。ああ、まあね。そもそも機械だ01だし。ああ、
まあ心機一転的なことなんだろうね、ゼロは。一からってことだ。うん。ゼロ。あとまあ君に言ってたけど、やっぱ令和なんだろうね。うん。令の和だもんね。うん。であれだよね、僕はあの、いろいろあれだけどさ、ゼロってさ、うん、読み方多いよね。レともレイとも言えるし、うん、その当て字にするときにね、うん、あとあれだもんね、ボブスずっとさ、うん、830、はあ、あれを矢沢ってなんで読むのみたいな、要はその和ってないからもう、まあね、ゼロでしてんのかなと思ったけど、輪っかの和ね、うん、そうだね、っていうこと言うとあれ和とも読めるし、すごいよね、はあ、あまあそれこそ001レイ和ってことで、あれだな、今ここになぜ来たかというと、はあ、ラーメン屋でも牛丼でもないドンキーがあるからなんですよ。はあ、ドンキービックリドンキーか。あ、まあビックリドンキーでもいいんじゃない。ビックリドンキーにしとく。ああたまにはそういうのもあるね。ちょっとね、豪華な、ああちょっと高いからね、ビックリドンキーね、豪華ディナーになるけど、ああ別に豪華でもないと思うけどチェーン店だし、いや我々からすればさ、まあね、我々そんなだって一食1000円ぐらい使わないもん。そう、なんかあったっけぐらいの感じだよ、びっくりドンキーで食べるって。確かにここ1年ぐらい行ってないもん、びっくりドンキーでしょ。1年半ぐらい行ってないね、まあ、しかもあっち車止めれないな、うん、びっくりドン、まあみんな食ってる時間だもんね今、まあ、ここのサンドラッグ確か食がいっぱいあったよね。あそうね、でもね、トレパンのやつ買って、あの後何回か来てんだけどさ、うん、あの時たまたま刺さっただけ説ちょっとあるね、うん、食玩そんなやっぱ仕入れてる風じゃないんだよね、うん、普通は仕入れないもんね、あドラッグストアで。あの時なぜか求めてるもの全部あったレベルになったのはさ、うん、あれすごい奇跡だった、ね、パトレン2号がなんか探しちゃうんだよね、確か。そうピーガーで、僕はあのキワあれアンジュだっけ、うん、アンジェにお任せ、キュアプール、あ、そういうのそれぐらいシンプルなの、うん、ないよね、キュアグラウンドとかこんな感じでした。フーゴです。ボブキラスでございます。はい、もう手持ちですよ、なぜなら家に向かうからです、はい、そうだね、うん、家が近くなったら、家が近くなったらっていうか、もう下向ける、そうだね、まあ、軽く下向けつついつか僕の膝しか映らなくなります。そうだね、うん、このパートをフル HD で撮る意味って全くないけど、すごいよね、うん、無駄どころじゃない。この動画も今帰ったら全部 iPad にぶち込んで編集始まるんだけども、はあはあ、いやー果たして1週間持つかね、まあ、パソコンとかにデータ保存して頑張るしかない。ああ、そういうことか。素材量的に。ああ、ああ、ああ、だいぶ容量食うよ、ね。今日明日でだいぶやばいでしょ。ああ。iPad の容量256GB だけども、埋まるね。うわあ、すごい、そんな埋まるんだ。うん。今まで一番埋まったのいつかな、あの、盛岡の時かな、わかんないけど。ああ。あの辺の時相当多かったね。秋田とかの。うん。確かほぼ200ギガ埋まってたんじゃなかった、ね、なるほどね、うん、今日も多分100ギガぐらいいってんじゃねえの。あ、でもそう、あ、まあいってるだろうね。合流時間は遅かったとはいえね、うん、乗ってる時間長かったからね今日。おおよそ5時間ぐらい乗ってんのかな。まあ4時間は乗ってんじゃないだろうね。うん、いやはや、あれか、今あの家電フレンズの裏方の話が出たついだけど、 あれだね、サムネさ、うん、左上にあのいつのシリーズか分かりやすいように番号振るっていうシステム、急に始まったやつね、と導入されたけどさ、 あれもしかしたらだけど、変えるかないかの方がいい可能性あるね。まああれなんだか分かんないからね、パッと見そう文しか分からない番号が振ってある、ね、そう、普通の誰が見ても、危ない、ライトついてなかった、うん、誰が見ても分かるようにつったらいいかなとは思ったけど、うん、あれパッと見何のこっちゃ分かんないもん、ね、素材番号みたいなやつ振ってあるからそう、なんか H 何年みたいな、そう H 何年の、あれ日付なんで、確かそう日付なんかなって、で今シリーズの 何話目ですよみたいな
なんだよね。フリーなんだよね、確か。なんだけど、あれ、誰かが見てわかんないもんね。うん。だって分かりすぎないからね。あ、そうなの？うん。あれ、どうなの？だって前言った時にさ、うん、分かるために言ってた方がいいじゃない、うん、我々が分かればいいかと思って。あ、そういうことか。そう。いや、僕が思ってるのは、もう見た人がってこと。うん。でも分かったところでさ、うん。あれ、流して聞く人いんの？通して。あ、まあ、そう言われるとね。むしろ、通して聞かなきゃいけないもんだと思われると、それはそれでさ。あー、そっか。ちょっと、ハードル高くなっちゃうからさ。あー。基本的に、まあ、サブタイトルを見て、気になったやつを見てくれればいいですけど、っていうスタンスだよね。あー、そういうことか。うん。なるほど。だとすると、やっぱさ、投げもこれ。サムネ内にさ、あの番号振ってあると、情報量増えてさ。うん、そう。何これって思うよ。わかんなくなっちゃうもんね。うん。あれ、もしかしたら番号じゃないバージョンのサムネ、あった方がいいかもしれない。うん、まあ、あれは、直すのめんどくせえから直さないけど、うん、まあ今シリーズではまた違う番号かもしれない、番号ないかもしれないし、そうだね、今シリーズから番号ちょっとなしの方が多分、うん、いいかもしれない、うん、そっか、そこでレンジャーの数えるのもめんどくさいしね、正直。ああ、パチンコ屋が綺麗ですね。映ってんの？映ってんじゃない、多分。ああ、そうか、もう画面確認できないんだもんね、それ。うん、そっか。今出てる DJI かなんかのオズモ、オズモなんとかみたいなこれ系のやつはさ、裏にも表にも画面ついてるから自撮りもしやすいらしいよ。あー、なるほどね。うん、で、はぁと思ったんだけど自撮りしねえから、うん、まあいいかってことで。我々顔出さないもんな。出す必要がないからね、大丈夫。出す必要に迫られたら出すけど。でも逆にさ、出す必要ってなんだと思う？ないでしょ。ないよね。例えばヒカキンが出てきて、ああ、もう君たち僕のコラボしないから言っちゃったら、あ、まあまあ、それは顔出すけど。そうだよね、ありえねえし。ああ、ヒカキンハロー、ハロー電子レンジマン、どうも。絶対そういう風に話しかけてこないよね、普段だと。絶対普段は違うよね。こんにちはみたいな感じでしょ。あの、私なんとかなんですけどもって、そういう感じだよね、きっと。ああ、急になんかこう東海オンエアの人が来て、うん、こんにちはみたいな。それ最高だけどね。カメフレンズさん絡みませんか、うん、いいですけどってなったら顔出す。一切動画見たことないけど、その人たちの動画、名前しか知らないけど。本当かい、うん、それ言われたらそれは顔出すよね、当然。しかもだけど、確かになんだけどさ、うん、あの、顔出してない人がそういう事情で顔出すときマスクするとかなんかしてたりするけどさ、うん、あれちょっとみっともないよね。そう、そういうときはもうバンと出したいよね。潔くないよね、あれ。そう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 、うん、だどうせマスクしててもわかるし、あらかたわかるんだし、うん、マスクしない方が絶対いいと思うんだよね。うん、あとまあ自由に嫌なのがさ、うん、自分の家族は顔出してないのに自分はマスクつけてるみたいなパターン。え、ある、それあったよ、前は。今は僕が見てたその人は本人も完全に顔出しになってたけど、おー、なんか普通のなんかまともな職が別にあるみたいなパターンだと、うん、自分はマスクつけてるパターンが混ざって、うん、なのに家族は顔出してるやつあったよ。すごいね。うん、あれ腑に落ちなかったね。まあそうだよね、その話聞くとボブもえってなるね。それはちょっとお前ずるくないかみたいな。何がずるいかって言われてもあれだけど、あれだよね、だから自分バランス取れてないよ、ね、自分の写真の時の顔は隠すのに赤ちゃんはまんま写すのをみんな怒る人がいたりするのの、あ、逆版でよりマジ版だよね、うん、いや、なんていうの、赤ちゃんだったらまだこれから顔全然変わるしみたいな、まあね、っていう言い訳もわかるけど、うん、その今レンジマンが言ったパターンのやつだと、もうその言い訳も通用しないやつだからね。セイキンとかその辺徹底してるよね。子供の顔出してないよね、確か。あ、そっか、出してないんだ、うん、それ忘れちゃったよ、セイキンがどうだったか忘れちゃったけど、カズさんとかは出してなかったよ。あー、なるほど。自分の子供側はちゃんと隠してたね。あー、なるほどね。あれいいと思うよ。ボブが知ってる子供いる系 YouTuber だったの、シバナンチャンネルって本あるんだけど、本あそこは、要は、もともとお父さんもお母さんも別の YouTuber なんで。はぁ、あ。てか、まあ、片方のお父さんの方は東海オンエアの芝優さんなんで。はぁ、あ。で、別の女性 YouTuber と結婚して、今その子供も全員顔出しでやってるけど。はぁ、あ。そういうパターンがあるね。全顔出しパターン。うん。子供に許可取るっていうのも難しい感じだよね。まず無理だもんね。っていうか、もう子供は運って言うしかないじゃん。ああ、それ親に言われたら、あ、そういえば今話題になってるじゃん。あ、そうだよね、そうだよね。
いや、ポンも、あいつのこと思い出してるよ。ユタポンだっけ？そう、そう、そう。はぁ、はぁ、はぁ。今人気の。人気というかね。うん。あれはまあね、って感じで。まあ動画一切見てないけど。ボブもね、嫌な予感しかしてないから見てないけど。あー。勉強はした方がいいんじゃねえの？知らねえけど。まあなぁ。学校には行った方がいいんじゃねえの？理由が理由だからね。うん。反感買っちゃった。いいじゃん。うん。あー。ね、僕も高校嫌だったけどここ行ったからね。ああ、高校嫌だったな。この放送で高校の話してるために度に高校嫌だっていうよね。うん、夢に見えるからね今でも。すごい、あのさ、ボブもやっぱ学生時代の夢見ないもんな。超見るよ。下手すりゃ小学校の夢見るからね。すごいね。ああ、見るね。今週も見たよ、1個か2個。昨日、今日見たか。ほー、中学だった気がするね。僕の要するに高校以降の人生があまりにも薄すぎるから、大学とか一切出てこないね。なるほどね。高校も出てこないからね。すごいよね。高校薄いから。高校の人はたまに出てくるけどね、さすがに。でも舞台中学なんだよね、なぜか。あー、まあ夢だからね。うん。高校がよっぽど嫌いなんだろう。ちょっと夢の話で一個あるな、ボブ。うん。あの、レンジマンはもうおなじみだと思うけど。うん。僕はあの、夢で見たのか、現実で聞いたのか、はあ、で、嘘なのか、本当なのか、全部混ざったさ、うん、あいつ死んだんだってよ、の件、はあ、覚えてない？あの、僕はその、夢だったか、現実だったか、はあ、誰かが聞いたんだったか、なってそう、要はその、知り合いが死んだんだったか、生きてるんだったか、分かんなくなったって話、はあ、あったじゃない、はあ、結論から言うと、生きてたんだけど、じゃあいいじゃん。あのね、思わぬ方法でそれを知って、はあ、フェイスブックで検索したり、あの、ちはやふるにさ、はあ、出てたって、はあ、そう、自社の。なるほど。それで、演劇系の人なの。あのね、言うと、まあ、はあ、一番問題ないから言うか、あの、エキストラだね。ああ、すごい、ね。そう。で、あ、違うな、ここどっち行って、夜になると僕さ、分かんなくなるんだよね。そうだね。そう、ここよく分かんない。ね、生きてるか死んでるか分かんなくなった友達が映画に出てるっていうので、うん、生きてるのを知ったっていう、うん、僕の知り合いとか誰が生きてるかさっぱり分かんないあのレンジマンの場合何が特殊かってさ、うん、連絡切られるパターンとかあるっていうの。ああ、切られるパターンあるよね、え、うん、切るパターンもあるけどね、まあ、ああ、連絡よく切られるね。大学の人とかみんな一切連絡よこさなくなったから、もう無理だと思って全員電話帳から切ったけど。なるほどね。うん。いきなり退学したりしてたからね、大学の人。ああ。なんかワンピース好きな人だったんだけど、なんか初日にちょっと会話したから、ちょっと仲良くしとくかと思ったら、2年になる前後あたりが急にいなくなって、わお、いつの間にか一切存在しなくなったね。なんでなんだろうね。まあ、うちの大学はその、映画関連のよくわかんないやつだから、ああ、多分志的にちょっと足りなかったんじゃねえの。あ、そういうことか。うん。僕、高校時代にやたら、同じクラスの人がさ、はあ、途中退場する特殊パターンが多かったというかさ、はあ、なかなかだね。あの、なんていうの、なんかさ、言っちゃなんだけど、綺麗な人、うん、美人、なんかクラス1の美人みたいな人から順番に消えていくの。はあ、うん、でその理由がさ、ちょっとあの風の噂とかあれだけど、うん、多分妊娠なんじゃないかとか、うん、そういろいろがあったりとかしてね、うん、まあね、東北っていうのはろくなもんじゃないんですよ。ああ、うん、今日なんかやたら朝じゃねえや、昼駅に行ったらすごい学生いたね、この青森県に。あーでもさ、何だったんだろう、青森たまにあるんだよ、あのバーのさ、なんでこの時間にこんなみんないるんだろうみたいな。昼11時とかその辺にいっぱいいたけどね。なんかあったのかね。うん、創立記念日だったらいないだろうから、なんか半分で終わる日だったんだろうね。あー、でも終わっても普通部活とかやってんじゃねえの。あ、ね、うん、そんなね、感じですよね。あー、うん、いやー、軽音、軽音大好き丸。でもそんな見てないんだよね。あんま興味ない。あんま興味ないって言ってたフィグは全部買ってたけどね、軽音。すごいよね。電子レンジ場に出せるっていう理由だけで買ってたから。ああ。1個4000円ぐらいするのにあれ、楽器ついてるから。あ、
でもあの当時はあんだけ大道具ついてて1個4000円か。うん。さて、僕回れるかなと思ってこう入ったけど、これダメだな。うん、いやー、そんな感じですよな。まあこれで今日のパートが終了なわけだ、うん、そうだね。皆さんまた会いましょう。